はいどうも、底辺ゲーム実況者ゆぴかです。今回ドラゴンクエストビルダーズ2の動画アップしていきたいと思います。ビルダーズの動画を待ってくださった方々、もしいましたら大変お待たせいたしました。今回ご紹介したい建築は、今画面にも映っていますように士族たちの生き残りの館となっております。まあ、こちらはですね、明治維新の時代、政府に最後まで反乱した士族たちの最後の生き残りたちが住まう館となっています。それと同時に、もともとは隠れキリシタンが住んでいた場所というところも複合してテーマになっています。さらにですね、もう建物がすでに戦いによって半壊し崩落しかけてるっていう、大敗した部分も作り上げていますので、よければ最後までお付き合いください。ではまず正面の方から見ていきましょう。はい、もうこの時点でですね、見えているように柱とかも壊れかけているというふうになっていて、今回この壊れかけた柱みたいなのも初めて使いました。僕はね、もうビルダーズ3年半ぐらいやってますけど、使ってない建材っていうのが多いんですよね。でこちら側はですね、士族たちが敵軍、政府軍を迎え撃つために大砲を置いてある場所になっていて、元はね、ここ壁になってたんですけど、ぶっ壊して大砲を置いてるっていうイメージです。で僕はですね、結構こういった吹き抜けの建築をね、作ることが多いので、こんな風にですね、吹き抜けてるんですけども、まあ、中央部分に2階に上がる階段があって、1階はここもね、かつては緑豊かな噴水だったんでしょうけども、今ではね、廃れてしまってるといった感じに表現しております。1階の方はですね、基本的にはこういった通路になっています。でこちら側はね、現在通行止めとなっている入り口です。ここもこんな感じで休憩どころみたいな風にはなってるんですが、ご覧の通りね、壁とかも崩壊してしまって、屋根もこんな感じで何もないので、基本的には使われていない場所っていう感じです。でこれよく見るとね、わかるんですけど、ちゃんとね、ひび割れた感じを表現したくて、こんな風にしました。見えますか？ところどころね、こういうひび割れの板の床は使ってます。では上の方を見ていきましょう。はい、ではね、まずはこっちかな。こういった感じになっています。まあ、後で見に行きますけど、3階のね、登るためのこれはしごなんですが、もう上がね、すでに崩落してるんで、士族の誰かがね、後付けでつけたみたいなはしごになっています。ここがね、結構お気に入りなんですよ。最近ようやく使い始めたフレームガラス斜めをね、駆使したこの廊下なんですけども、一つ一つ部屋があります。ここは音楽をたしなむ士族の部屋かな。本当はね、もう少し広めの部屋を作りたかったんですけど、立地的に難しくて狭い部屋になってしまいました。ここはいろんなものをコレクションするのが趣味の貴族の部屋となってます。このね、赤いタペストリーがね、まあ、一応掛け軸とかだったらよかったのになと思っております。まあ、何度も再三にわたり言ってますが、和風の DLC 持っていないんでね、そういったところが痛手となってしまいました。でここはなんか真っ当なね、
戦いを好む士族の部屋ですね。でこういうね、ところどころね、こういう十字のステンドグラスを使ってるんですけども、隠れキリシタンの館だったっていうのをね、表現したくてやってます。そして最後、ここはね、お風呂ですね。ユニットバスとなっています。まあ、明治時代にね、こういった形のトイレとかシャワーっていうのはまだなかったとは思うんですけど、そこはね、まあ、雰囲気で楽しんでください。こっち側行きたいなって思うんですが、もうすでに崩壊してるんで行けません。で、戻ります。こちら側は何もないです。さっきも言ったようにね、もう誰も使っていないエリアというふうになっているんで、まあ、建物正面から見て右側はね、損壊が激しいので、士族たちは一切使っていないみたいなイメージでございます。はい。で、ここですね。こんな感じになっていて、食事どころとなっています。割とここはいい感じのデザインになったかなと思ってます。こういったところもね、細かい表現をしていまして、まあもう骨組みが出ちゃってますよみたいな感じですね。この木の手すりを使ってます。そして相変わらず柱が倒れちゃってますよということです。で、さっきね、向こう側から、今僕がいる場所を見てたんですけども、これ逆サイドに今立ってるということで、この階段を登っていきましょう。この壊れかけの通路を通って、この中はですね、ユーピカさんの大好きな、牢獄系のちょっとね、暗い感じの部屋となっています。まずここ。ここはね、拷問の椅子です。このナイフで切りつけて、この紐で縛ってね、いろいろと事情聴取する場所です。まあ、政府のね、要人とかを拉致して、そして、まあ、いろいろと内部事情を聞くと、そういった感じの場所ですね。で、ここはね、シャワーです。まあ、シャワーでも浴びて、まずは体をきれいにしろよということで、まあ、飴と鞭を使い分けて尋問するということですね。まあ、人間ね、余談にはなりますけど、飴と鞭っていうのはすごく大事でですね、鞭ばっかり与えても言うことを聞かないので、飴は絶対与えるようにした方がいいと僕は思ってます。はい。で、こちらですね、もうどうでもいい捕虜を投獄する場所です。あえてね、部屋認識だるいんで、扉はつけてません。で、こっちがね、要人的な、まだ必要性のある捕虜を捉える牢獄で、若干こっちの方がリッチな感じになってます。小麦も食べるのが自由です。ここにね、隠し扉があるんですけど、こちらは後でご紹介します。最後はここから登っていきます。はい。こちら、大会議室となっています。いや、こちらはですね、もう士族たちのトップがここでね、作戦会議を立てる場所になっていて、前回のね、ビルダーズの動画で、まあ、作戦会議立てる場所みたいなのをね、作ったんですけど、それを応用して、さらにバージョンアップしたという感じになっています。個人的にね、こういう組織の長が集まる場所っていうのがすごく好きで、まあ、どんな漫画とかでもね、組織系って好きなんですよね。ナルトとかの暁だったり、ハンターハンターの幻影旅団だったりね。
ワンピースの桜花七武海だったり、まあ、そういった感じでですね、なんか強者たちがここで集うみたいな、そういったイメージです。そしてその強者たちのさらに黒幕がここに座るということでございます。すごいね、かっこいいゴージャスなデザインになったかなと思っています。で、こちら側が、まあ、そのここに会議にね、立てる士族よりは格下だけど、まあまあ偉いぐらいの人たちがここでね、ヤジを飛ばしたりするみたいな感じです。まあ、今思えばね、このソファー後ろの席はね、こう一段高めにしたりとかしてもよかったかなっていうふうに思うんですけども、まあまあまあいいでしょう。で、ここではね、お酒をたしなむことができます。そして相も変わらず意味もなく木の橋を利用してます。はい、こちら側はこう作戦会議をさらにですね、要点をまとめる軍師というか策士というか、そういった策略を立てる人たちがここで会議をします。ここでね、議題に上がった内容をこっちの大会議上で喋るみたいな、そんな感じですね。で、まあこうやってね、やってる中でこの隠れた扉入っていくと、さっきのね、牢屋につながっていくということで、なんかね、会議で業を煮やして疲れた士族たちが、まあここでね、憂さ晴らしに拷問したりするみたいな、ちょっと人間の狂気的な部分っていうのも、再現しました。次回ね、ビルダーズの動画は全くの未定です。また何か作るって決めたらですね、ツイッターの方でご報告しようと思うんですけども、インスピレーションがね、今のところ湧かないので、それが湧き次第っていう感じになるんで、ちょっとだけお時間お休みをください。そしてね、ビルダーズの動画特に高評価とかね、いただいて、見ているよっていうのはアピールしてもらえると非常にね、嬉しいので、見てもらわなければ意味がないという教示でやってますので、よければね、高評価の方をしていただけると嬉しく思います。ではね、今回は、こんな感じでお開きにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。